下り線高校渋滞のため、起信号が点灯している、上り線高校江名やまトンネルは、中央自動車道のその原インターチェンジ中津川、インターチェンジ間にあり、長野県下稲郡厚村と岐阜県中津川市とを結ぶ、基礎山無役を貫く長大トンネルである。全長は上り線が8649メートル、下り線が8489メートル。 1975年の開通当初は、道路トンネルの中で、日本一の長さで、世界で2番目に長い道路トンネルであった。2017年11月現在は、山手トンネル、関越トンネル、日田トンネル、アクアトンネル、立子トンネルに続き、第6位の長さである。なお、1975年の開通当初は、一気トンネルにおいて、 対面通行で共用されており、当時の制限速度は時速4 0トルであった。約10年後の1985年に2機トンネルが完成し、上り線下り線が別々のトンネルとなり片側に車線になった。4車線である現在でも、トンネル内は事故防止等の観点から車線変更禁止であり、制限速度も時速7 0トルである。なお、 換気方法の違いから2気トンネルと比べ1気トンネルには天井板があり高さ4.1メートル以上の車両は通行できなかったが2012年12月に発生した同じ中央道の笹子トンネルでの天井板崩落事故を受け天井板を撤去した。これにより2013年7月10日以降は1気トンネルでも高さ4.1メートル以上の車両も 通行可能となった。事故、火災、故障車両発生などの緊急時に備え、上下線とも、トンネル入り口には、信号機が設置されており、トンネル最直前の信号機の手前には、赤信号の時の停止線がある。下り線手前の網掛かりトンネル下り線入り口と、上り線手前の三坂トンネル入り口にも、同様の信号機が設置されている。 延長上り約8 6トル、下り約8 5トルの長大トンネルであるため、危険物積載車両は、江名山トンネルを含む飯田山本 IC 中津川インターチェンジ間で通行禁止となっている。これら車両は、当該区間では国道256号の西内寺峠のトンネルを利用して迂回する必要がある。このほか岐阜県東納地区から松本、 長野方面へは、国道19号、名古屋 ICE 制から飯田、甲府方面へは、国道153号、国道153号を、経由するルートもある。関越トンネルや、日田トンネルと同様、建設費、維持管理費などの費用を要することから、江名山トンネルを含むその原インターチェンジ中津川、インターチェンジ間は江名山特別区間として、距離単価が普通区間の1.6倍となっている。 2014年4月1日から当面10年間の予定で ETC 車に限り普通区間と同等の料金に引き下げられている。2012年12月2日午前8時頃に発生した中央道上り線、笹子トンネルで発生した天井板落下事故を受けて国土交通省は笹子トンネルと同系のトンネルの緊急点検を地方整備局や 各高速道路会社などの道路管理者に指示した。これを受けて、ネクスコ中日本でも自社管轄内にある同じ構造の一気トンネルを含め4トンネルの緊急点検を行っている。一気トンネルでは3日から順次点検が行われた。ネクスコ中日本はこの緊急点検やその後の監視強化により、本トンネルの安全性を確認したとしているが、利用者の不安を払拭するため、 当初2014年度に計画していた天井板撤去工事を前倒しして2013年3月中に撤去する方針を示した。しかしその後、関係機関との調整の結果、工事実施時期について2013年5月、連休明け以降の最も社会的影響が少ない時期に行うことを基本として関係機関と改めて協議、調整し決定すると発表した。その後、 2013年5月10日に、ネクスコ中日本が、同年6月20日から7月10日まで1期トンネルを、通行止めにして行うと発表された。この間、2期トンネルを利用しての暫定2車線、対面通行規制となった。E19 中央自動車道園原インターチェンジ、BS エナ山トンネル三坂パーキングエリア、マゴメ BS 中津川インターチェンジ、BS、ありがとうございます。